フォトモエシティ、この曲好き。よいしょ、なんかいる。ふん、お前らが紙連れの話で話していたトレーナーか。ああ、さっきまでなんかお昼寝してたから舌が回んない。わしがこの町のジムリーダーや。こんな歓迎なんかしないぞ。なんでよ。してよ歓迎。何しろ橋を下ろしたせいで捕らえていたプラズマ弾が町中に逃げてしまったからな。あ、そういう理由があって橋下ろしてたのか。面倒だな。いやチェレン、それ言っちゃダメダメよ。橋を下ろしてくれて感謝してますけど、それとは無関係ですよね。何とでも言え。大事なのはお前たちが来た、そしてプラズマ弾が街中に逃げていったということだ。自分でも強引だと思うが、お前らもプラズマ弾を探せ。そうだね、探しますよ。凄腕のトレーナーなんだろ。こんな嫌味な感じなの。じゃ戻ってきた。そうだな、プラズマ弾を見つけ出したらジムで挑戦を受けてやるぞ。人生はギブアンドテイク。はい、わかりました。言われなくてもプラズマ弾は探しますよ。面倒な連中を倒しつつ強くなれるからね。志保、僕は先に行く。そうだね、レベルアップ。まあレベルね、だいぶだいぶもう大丈夫そうなんだけど、まあじゃあ探しますかね。こんな感じ。雪、ああ、え、雪が、ん、これ雪か。何これ、これ何これ。ふわ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 がいっぱいあるな。これなんだろう。あ、よ、見て、足跡がさ、ほら雪だ。すごい。へえ。うん、チェレンだ。シホ、まさかこの中にプラズマ弾いないよな。寒いのは苦手なのに調べないといけないのか。ちょっと面倒だな。この中、あ、この中、あー、この中ですね。こういうこと。あー、なるほど、いそうだね。寒そう。なんか冷凍コンテナらしいんだよね。それにしてもチャンピオンが言っていたトレーナーにとって強い以外に大事なことってあるのかい。考えてもわかるわけないよね。面倒だし、さっさと中を探索しよう。チェレン、こんなだったっけ。こんなすぐ面倒とか言うような子だったっけ。グレタ、あ、氷ツルツルする感じ、もしや。ふわー、そういうやつか。あ、なんかこういうジムあったよね昔。よし、ちょっと頑張ろう。ん？なんか一周しちゃったんだよな。え、その中に誰かいるのかい？あ、ここ開いてるじゃん。うわ、そういうことか。ほんとだ、よく見えなかったわ。あー、いたー。寒くなかったかい？あ？お前たち、もっと私をくるめ。寒くてかなわんぞ。なんだこのおじいちゃん。やれやれ、本当に隠れていたとは。寒いなら面倒だけど外まで案内するよ。本当だよ、出た方がいいよ、ここ寒いって。今預かっているのは王の友達であるポケモン。こんなところで傷つけるわけにはいかぬ。お前たち、こやつらを蹴散らせ。わかりました、ナナ、エンジン様。というわけで俺たちが相手だ。めっちゃいるじゃん。12341234567 8。え、半分ずつ片付けよう。1234、4人も戦わないといけないの。 OK、 やろうじゃん。終わったけど、4人連続はなかなかめんどくさかったな。4人連続は勘弁だな。人と共に働くポケモンたち、楽しそうに見えるがきっと苦しんでいるのだ。なんかみんなあったのか。そうに違いない。ん、あ、来た、ヤーコン。おお、こんな寒いところに身を潜めていたとはな。お前たち、このポケモン泥棒を連れて行け。ラジャー、かわいい作業員さん。あーれー、
変更されてしまうんですね。ほらよ、バイバイ。ひひこのブラックから始まったこの吹き出し仕様おもろいよな。あれ、この奈良賢人様、このおじいちゃんも連れてかれちゃうんだ。なんかすごい技使えるとかじゃないんだね。お前たちちょっとはやるな。さて約束だ、俺様のジムに挑戦しに来い。ああそうか、挑戦できるのか。おーやーこん、やーこんね。やれやれ、プラズマの理想、それはポケモンと人が離れ離れになること。それってこの世界からポケモンがいなくなることと同じじゃないか。確かに、まったく面倒な連中だな。四方、寒いから外に出るよ。そうだね、寒いな。ここは氷だらけ、すごっ。ヤーコンってさ、あのなんだっけ、スカバイのタロちゃんのお父さんなんでしょ確か。なんかそうだよね、タロちゃんパパのところに挑戦に行くってことだね。なんかさ、やっぱりそういう世界でつながってるのを見るとさ、いいよね。なんかどんどんそういうつながりが欲しいわ、ポケモン。楽しみだよね、次の新作も。早く新作出てほしいな。ということで、タロちゃんパパのとこに行きますか。なんかやってるぞ、ゲーチスいるじゃん。ヤーコンさん、はじめまして。私、プラズマ団のゲーチスと申します。ゲーチスのお出ましじゃん。お世話になった同志を引き取りに来ました。あれ、あー、そんな、いやいや礼はいらんよ。あんたのお仲間がポケモンを奪おうとしていたんでね。おや、誤解があるようで、私どもはポケモンを悪い人間たちから解放しているだけですよ。結局のところ目的何なの？だって悪いやつはお前らだろ。そうだといいがね。わしは正直者ゆえ言葉遣いが悪い。それに反してあんたの言葉は綺麗だが、どうもきな臭くてな。いや確かに、いや本当そうだよ。本当の目的が何なのか全くよくわからない。で、なんだと言うんだ。プラズマ団としてもホドモエシティに興味がありまして、ここにいる以外にもたくさんの部下がいるのですよ。え、この町に？その言葉、嘘か本当かわからんが、戦わずして勝つとはね、大したもんだよ。ふん、わかった、こいつらを連れて帰りな。え、引き渡しちゃうの？さすが鉱山王と呼ばれる商売人、状況を見る目に優れておられる。では、そちらの七賢人を引き取らせていただきます。ゲーチス様、ありがとうございます。良いのです。共に王のため働く同士、同じ七賢人ではないですか。それでは皆さん、またいつの日か、お会いすることもあるでしょう。消えた。お前ら悪いな、せっかくプラズマ弾を見つけたのに。まあ気を取り直してポケモン勝負と行くか。あんまりわしを渡せるなよ。なんだったんだろうな、お互いに街中での争いは避けたか。まあそういうことか、なるほどね。それにしてもあのゲーチスただものじゃないって感じだ。さてと、僕はポケモンを鍛えてくる。あのヤーコンって人には絶対負けたくないからね。というか完全勝利でジムバッジをもらうよ。ヤーコンさん、別にきっと悪い人じゃないんだよね。本当に正義感の強いおじちゃんなんだろうな。入ってみよう、きっと美味しい水もらえるから。ヤッホー、街に来て早々あれこれあって大変だったっすね。まあとりあえずはこれを差し上げるっす。美味しい水、美味しい水、 Thank you。ヤーコンさんは地面タイプポケモンの使い手。そうなんだよね。まあここだけの話、地面タイプのポケモンは水タイプが苦手なんすよね。んじゃ、なんでヤーコンさんは水のそばで暮らしているんですかね。水にも鍛えられる、耐えられるポケモンを育てるため的な。これなんだこれ、あ、エレベーター的な。おわーお、わー、遠そう。こういうジム設計だそうです。じゃあちょっといきますか。
おー、すごっ。どんどん地下に潜ってく。わー、なんかかっこいい。ここのジム結構好きだかも。好きかも。かっこいい。では行きましょう。ヤーコン、対戦よろしくお願いします。どうかな、なんかレベル結構前回のさ事務所前に上げたと思ったけど、もう多分対等ぐらいなんだよな。なんかやっぱり強いわ。いけるかな、頑張れ。今回は綿がね、なかなか活躍してくれるのではないかと信じておる。頼むぞ。うわー、結構入るね。最後が何なんだろう。あ、最後ドリューズか。うわ、強そう。よし、レベルアップ。いや、ドリューズだよねきっと。そうだよね。どうしよっかな、どうしよっかな。ちょっとでも最後綿のためにちょっとでも削っておきたい。いや、ダメかな。頑張れ。効果抜群だよね。だよね。耐えて耐えて耐えて。あ、ダメだ、全然ダメだ。え、全然ダメだ。お、え、こんなに入ると思わなかった。使ってくるかな傷薬。あー、ですよねですよね。いや、でもいけるでしょ。これもバナナと綿がいれば倒せる。頑張れ。バナナも強くなったもんだな。もう一回は使ってこないでしょ。そうだよね。あー、耐えない。耐えなかったけど、最後綿決めてくれ。君だ。瀕死だらけ。頑張れ。いけるよ、君なら。え、ちょ、嘘でしょ、嘘だろ。いやいやいや、無理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 。ちょっとやばい、ちょっとやばい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 。元気のかけら使うわ。ちょっと待って、マジギリギリじゃないか。ちょっと頑張ってくれ。え、これどっちが速いっけ、スピード。あ、勝ったな。超ギリギリだわ。危な、危なすぎるわ。よかった、元気のかけらたくさん買っといて。油断したわ。とりあえず勝ちました。ヤーコン、なるほど、気に入らないな。年齢の割に堂々たる戦いっぷり。お前に才能を見出す人間がいるのも分かってるもんだ。そうだぞ、道具使うのうまいだろ。ふん、こいつを持っていけ。もうバッジ6個なんだよな。6個とかになっちゃうとさ、ストーリー結構終盤になってくるよね。もう深い話とか入ってくるのかな。ゲーチスと戦いたくないな。あ、バッジ5個か、まだ。あ、5個か。え、なんか来いって言ってるね。なんだ、何道路って言ってた。ちゃんと見てなかったわ。ちょっと行こうか。